確実にジャスカイ取れる方法を教えましょうか。おかえり、太陽丼だぞ。もう一回、もう押せるぞ。だな、見つけ乗客の生きに裏スキルキッズに見せたら本当の裏の使い方。こげやっぱん顔面対抗の達人お疲れ。もうこれはもらったね、アイジャスト取っていく。アルマゲです。リクエスト多かったんでね、アルベルで実況していきます。まあ、どれぐらいね、白シャンキャンカンキャンキャン強でやっていけるかっていうのをちょっと見せていくんですけど、このアルベルティンコガンコンはマジで持ってて損しないキャラだし、あの最強キャラランキングにも結構上位の中に入るんじゃないかなと思ってます。そんなわけねえだろうってキッズは思うかもしれないけど、それは君の使い方が悪いだけ。ティンコガンコンケンタマガナガナ。まあね、難しいこと何もないです。シンプルにまずジャスカイ取って3回無敵まとって無双し続けましょうと。もうほんとそれだけっすね。で、アルベルティンゴガンゴンは結構柔らかいんで、無敵ない状態でね、相手のスキルとかもろに食らっちゃうと、もう最初から結構詰みそうな状態になっています。はい、ガリュードンだぞ。おい、肉軍簡単に言うなと。わかります、わかります。確かにアルベルって警戒されがちなんで、ジャスカイなかなか取れません。じゃあそんな人どうしたらいいか教えましょうか。確実にジャスカイ取れる方法を教えましょうか。こげこげアンパンチ。でもまあこうやってあのスキルもね、強力な、オッケーオッケー、ジャスカイ取れた。まあ、こんな感じこんな感じこんな感じ、今で説明できなかったけどこんな感じ、わかる。味方、要は味方の近くにいたら、このスキルをね、相手も引きやすいから、それを拾ってジャストしようみたいなね。もうすぐ炎消えちゃったけどね、そんな感じ。ティンコガンゴ、今の説明でわかった。とにかく味方の背後にまず隠れます。無敵ついたら前線ガンガン上げていく、3分耐久みたいな感じね。ほら、これとかこれとか大チャンスよ、大チャンスよ。オッケー、はい、すかさずキリコギアンパンチ。はい、これまたジャスト取りたい。やばい、引けて引けて、引けちゃった。ちょ、誰か背中に火つけて。誰かチャッカーマン持ってない？チャッカーマンに火つけて。いろいろちょっと説明がね、ちょっと説明が落ちてないですけど、結構囲まれてるね、囲まれてるね。あ、もうちょっといろいろ酸欠になりそうやってよかったわ。ちょっと一回整理しますね。まあ最初とにかくね、味方の後ろ隠れて相手の大きなスキルを拾って背中に火つけて無敵まとい、まあそしたら前線ガンガン上げていくみたいな。さっきはちょっと囲まれすぎちゃってましたけどね。で、スキルも一発一発重いんで確実に当てていきましょう。でこんな感じでハイエナリンで横からこうちょっかい出すみたいな感じでね、やってた方がいいかなと思います。対マンでヒラで撃つと大体回避されちゃうんだよこれ。特にこのアンパンチの方がマジで回避されますね。こういうドサクサに紛れ込んでじゃないと当たんないかなと思います。あと至近距離でさ、わざわざ裏からアンドにやる人多いけど、意味ないからやめ、それ本当に。それ本来の裏スキルとしての需要を何も得れてないし、中にはたまにそれで失敗しようやつもあるんですよ。で、アンドン絡むの結構致命的なんで、あい、これジャスト、ありがとう、ニカさん、さようなら。おかえり、カリュウドンだぞ。フルボッコだぞ。もう一回、もう押せるぞ。気持ちいい。まあ、こんな感じですかね。もう今、伝えなあかんこと全部伝えれた気がするわ。この2分ちょっとで。あと、アルベルね、こういう、ふみふみ動作めちゃくちゃ腹立つんで、煽り中いたらね、積極的にふみふみするといいかなと思います。自己責任で。やべ、F1 レースが来た。 F1 レースがレースしてる。はい、逃し1、2、ありがとう。まあ、火ついてるからね、さすがに撃ってこないからよく見てるね。お前らの狙いはその旗だな、見つけ乗客の。時はメンズエステ時代やからな。トゥンさんが脱毛してやるよ、お前の。中実況やね。まあ、勝ち確っすね。絶対勝ち確、絶対勝ち確。冒頭で、白シャン環境でどれくらいアルベルやっていけるのか見せていきますっていう話してるんですけれど、結論ね、関係ないっすね。アルベルは、どの環境にもブレないんで、今ぐらいのことはね、できると思うよ。どの環境でも。まあ、例えば、青山とがもう敵4体いるみたいな、そんな状況だったら結構厳しいけど。じゃあ、無駄回避させてから、うん、お前、ハイエナカリュードンは卑怯だろ。アルベル使うやつマジでインコガンゴン。てか、アルベルティンコガンゴンってどっから来たのって多分思う方いると思うんですけど、まあ、すごい理由しょうもないんで聞かない方がいいっすよ。聞きたいっすか？聞くと後悔するよ。キョンさんの生配信とか来たことある人はね、わかると思うんですけど、要は固定のタイマーの時とかに、アルベル持ってくるやつとかおって、もうそれはティンコガンゴンでしょみたいなね。そっから来てます。はい、絶賛無限回避、無限回避継続中っすね。で、ここの行っちゃいましょう。まあ、火切っちゃったけどね。チャカマ持ってないロージャさん。では、なぜ固定タイマーでアルベルはティンコガンゴンなのかと言いますと、ワンパンゲーになっちゃうからですね。もうスキル当てたもん勝ちみたいになっちゃうから。うわー、それまで。オッケー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 、耐えた耐えた耐えた。全然オッケーじゃないけどね。じゃあ下流度だと一発ボコして当てて、フルボッコだと。寝とけジジイアホ。じゃあ生きり裏スキルキッズに見せたら本当の裏の使い方。わかった、なんとなくわかった、これが本当の裏の使い方からな。とりあえず裏から入ればいいってもんじゃねえからな。わかったか。肉球めっちゃ裏スキルのことで言うやんって思う方いるじゃないですか。これ何回も言ってますけど、裏スキル一番最初に発見して一番最初に流行らせたの、うちの透明人やから。すごい証拠まで流行らせたの、うちの透明人すごくねー。肉球は何もしてません、残りに関してね。ただ一
ろ教えてもらったんで、でそっから誰よりも早く使い始めたというか、まあ、研究もしてますし、ね、裏に対してどういう場面で使うのがいいかで、過去にもそういう動画出してますし、まあまたちょっと取り上げてもいいかなと思うんですけどね。また次どこに何が起こった。てかさ、キュンさん一つだけわからんこと言って。自己番号って何意味はよくわからず使ってるのが、マジマンジーみたいな感じ。キュンさんの中でマジマンジーと同じ意味。何抜かしてくれんの？もしなんかいる、なんかいる、お前になんか見えてる、ごめん、見えちゃった。お前になんか見えてたのか。え、何何だった今。なんで旗いじってくれたの？ああ、その視覚からのカムサリは金庫番号になって。海賊やなんや知らんけどな、お前ら。固定ダイマン今夜ボッコボコにしたら、めっちゃもったいな。これやるとめちゃめちゃな期待値下がるんで。いや、ポケモンの話じゃないよ。ポケモンの話じゃなくて、勝利に対しての期待値が下がるから、なんか無難な影出ない方がいいかもね、アルベルのスキルを使うときは。確実に当てれるみたいな時に行った方がいいと思います。まあ、敵も警戒してるしね。おっと、血肉取らせる、焦げやっぱん顔面対抗の達人、お疲れ。さあ、残り8秒、足も速くなったとこだし、旗取りに行こう、旗取りに行こう。もう、構うな、構う。オッケー、守れ、勝利の、月下焼却炉だぞ。ちょっと噛みそうやったね。いや、割と今回、全部説明できたんじゃないかな。見せたいシーン全部見せれてる気がする。まあ、どのキャラにも言えることなんですけどね。そのスキル確実に当てるとかね。ジャスカイ取るとかはね。ただ、アルベルって敵にいたらどう？自分が。敵にいたら怖いじゃん、アルベルいたら。めっちゃ警戒するじゃん。だから、それを考慮してスキルタイミングはちょっと考えた方がいいかなとは思います。あと、アホみたいな裏アンドンやらないようにと。なんじゃこいつ。そのびっくりようわからんわ。よろしく。お前前線に立たせて、キュンさん後ろからスキル、ジャスカイするから。はい、もらう、ありがとう。お前役不足。はい、そしたらまあ旗はこいつ、まあ、また来てる。お、反射神経すげえな、お前。よし、一回これ発見は。で、通常に移動しましょうね、危ないですよね。で、これね、3月目、これ下がれるじゃないですか。すぐこれ仕掛け隠れたりするんで、結構ね、好きなんですよ。3月目、後ろキュッて下がる感じ、結構キュンさん好きですね。うん、なんで、うん。でやっぱノリガキにはさすがにねダメージ入りにくいん で属性相性もすごく悪いと。なのでまあ白シャンがいるなら白シャンに任せましょう。じゃあ向こうの白シャンキュンさん勝っちゃう。愛もらっていく、ありがとう。愛もういいよ、用ないからさよなら。さあ日本一戻りなさい。はい、お、マジ、ちょっと待って、2体いった。オッケー、わ、ナイスキル、いいね。抜け、もう素早く抜いて、素早く散らばれ。お前な、ここもうキュンさん守っとったから、な、見とったから任せろ。状況的にもこれは攻めない方がいいんで、アルベルは基本的にこの旗を気にしながらちょっと圧力かけるみたいなね。まあ下流があるんでちょっとちょっかいかけましょうか。ちょっとちょっかいかけるぐらいだったらいいかな。勝ちこっこだぞ。無理だ、死んだわ。オッケー、生き延びて、逃げろって。あと近々キュンさん最強キャラランキングちゃんと作りますんで、お待ちくださいね。楽しみにしててくださいね。もちろんこのアルベルもね入りますからね、ランキングに。アルベルね、タイマンになった時にあんまね関わらないがいいなってキャラは、ヒョロウとセラフィームロリガキと、あと誰が行きたいんだ、青山とね。白さんね全然平気なんで、強気で行きましょう。強気で大丈夫、自分を信じて。ジャストミスっても自分を信じて。ケイクケ、食らったね、結構ダメージ入ったね。じゃあもうこれはもらったね。アイジャスト取っていく。相手も HP が少なくなれば焦ってね、スキル打ちがちなところあるから。さよなら、下流弾外しちゃうの。さあ、すぐ切り下げ。ハハハハハ、ここじゃパパパパ、めちゃ噛みまくり、めっちゃ噛むやん。これ配信者あるあるかもしれないけど、噛みまくった試合ってね、どんだけプレイ良くてもね、ボツにしたりとかするんですよね。あと18秒、めっちゃ噛むやん。あと15秒のうちに1回でも噛んだら、もうこれお蔵入りにしようかなと。多分ね、ティンコ番号言い過ぎだからな。ティンコ番号でめっちゃ噛むじゃん。やばい。これ負けちゃう。マジマジ、ここ耐えてたらもしかしたら勝てた説ある。勝てた説、大丈夫だね。この道負けてたね。ひとりぼっち孤独ちゃん、待ってて、どんな日は臭い。